頭に入ってこなくてびっくりしているよ。そうなの、さっぱり頭に入ってこないの。助けてほしい。なんでこんなに頭に入ってこないんだろうってぐらいね、さっぱり頭に入ってこないの。ずっとね、もうなんかちょっと動きながらね、振り向きをね、ありえないぐらい見てんだけどってなる。何ってなる。ハテナいっぱい。ななみんちゃん、はるみさん、ありがとうございます。難しくてね、びっくりしているよ。さっぱり覚えられない。キャーと思ってますけど、まあ頑張ります。そんなこと言っていたって、リハはもうすぐ始まるのだから。ゆうまさん、ありがとうございます。ねえ、あー難しい、本当に難しい。 Thank you さん、ありがとうございます。その時寝る。寝よっかもう。じゃあ中地さん、ありがとうございますね。もう今は覚えられないやと思って、寝ちまうぜっつって、おやすみってするしたいね。正直したいね。ねえ、おやすみって言っちゃいたい気持ちはすごい山々。ただの魚さん、ありがとうございます。頭に入ってこないんです。パンナコッタさんが出てきそう。困って困って、パンナコッタさんが出てきそうですね。まあでもね、頑張っていいものをお見せできるようにね、頑張るので、コンサートお楽しみでございます。昼の春のコンサートも、夜のミクさんの卒業コンサートもお楽しみでございます。こんばんね。寝たらね、すっきりするかもしれないよね。おかゆさん、ありがとうございます。こんばんは。いえいえ、なんかついてた。あ、少し。2月5日豆落花生でしたか。いいですね。アルバートさん、ありがとうございます。全部学習したことを全部、いいよね。なんかあるよね、そういうアニメとかさ、ドラマの世界でさ、よくいるよね。ね、一度聞いたことは忘れないみたいな、一度見たもの聞いたことは忘れないみたいな。素敵だ。素敵すぎる。欲しいです、その力と思っちゃう。いいなぁ。ラビリンス抜きつ抜かれつ。この後追いつきます。あ、逃げ切ります。ありがとうございます。ムヒラシさん、ありがとうございます。こんばんは。嫌な思い出をするね。あー、まあそうね、嫌な思い出。でもさ、人間ってさ、嫌な思い出覚えてるくない？逆にね、なんか好き、嬉しかったことも覚えるけどさ、嫌だったこともちゃんと覚えるじゃん、人って。嫌だ、悲しいことで。クロベーさん、ただたんたんさん、前健さん、ありがとうございます。クロベーさん、ありがとうございます。
ねえ、だって嫌なことってさ、私たち普段生きてても嫌なことって忘れないじゃん。結局どっかしらで、ああ嫌だったなってね、絶対思っちゃってるからさ。ね、だったらいいよだったらその何でも見たら、見ても聞いても記憶する能力をください嫌なことを覚えるのも全然へっちゃらというかね、今の普通のこうやって生活してるだけでもね覚えてるから良いですきゅうりシャキシャキさん、ありがとうございます。こんばんは。ドラビネス、私は明日投票します。全部その目標枚数ただたんたんさん、ありがとうございます。バウチさん、ありがとうございます。ありがくまさんです。こんばんはね。明日個人的な目標枚数があったので、それを分投票します。皆様もどうかお忘れなくよろしくお願いいたします。ネオリスさん、ありがとうございます。はるみさん、ありがとうございます。ドキドキくぅ、よろしくお願いいたします。たっちゃんさん、ありがとうございます。お疲れ様です。こんばんは。本をちょっとね読んだの少しずつ読み進めてるの。ワクワクっていうね。こんばんは。うん、もうすぐあと20分したら神のタイムが始まるね。さあ私は分かんない、みんながどの辺の順位にいるか分からないけど頑張ろう私より上にいる人には追いつけるように頑張るぞ。あと20分後でしたいいさん、ありがとうございます。こんばんは。ちょうどろちょうどろ、なんかこれで、フォレストさん、ありがとうございます。私も本読むの遅い。なんで遅いかと言いますと、漢字に引っかかるからですそう、途中途中出てくる感じに、なんだこの感じはって、そう、どういう意味だろうってなるっちゃうの。そう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 、だからそう調べるのそう調べて、あなるほどってなります。でもそういう感じがさ多いから、そうなの、時間かかっちゃう読むのに。今の髪の中、うん、ありがとうございます。ハッピー、いい感じ調べる、なんかね知りたくなっちゃう。なんて言うんだろう、なんかしょね、本じゃん、ニュアンスでいけないのそう、大問題、一つの問題としてはニュアンスでいけないんですよ。なんか、ね、ニュアンスでいけたらいいんだけど、ニュアンスで進めないの。読み方がわからない漢字は、調べる、漢字を。なんか、部首は分かったりするじゃん。その部首調べ、部首でね、調べて、その漢字見つけて、ってやる。本当にでも、何ってなった時は、なんか、
なんとなく分かる感じがあるじゃん。これとこれの感じが組み合わさって感じになってるみたいな、そういうのを上手にキーボードに入れて漢字調べたら出てきてくれるあ、なんだよこれかなって感じ、そう出てきてくれるから、そうそうそう、読み方が分からないのも調べます。調べてまず読み方から学びます。iPhone で写真撮ったらコピペできるよ。マジで、え、ちょっと今やってみたい本当に？ちょっとなんかないかな、なんかちょっと、なんかちょっと私がわからないそうな、わかる感じでいいか、わかる感じでいこうそうなの？写真撮っていけんの？しっかりそう調べてみたい。写真フォルダー文字な、マジで何その素晴らしい機能、知らなかったんだけど、何それ、写真撮ってるじゃん、すんのってみた。長押ししたらメモとかで、どうする、はあ怖っ、すごい、何これ、やば、カニみそさんありがとうございます、昇格さんありがとうございます、出てきた、目ん玉追い越してきそうなぐらいびっくりした。開いた口が塞がらないってやつですね。すごー、何それ、すごいね、知らなかった、やば、すごっ、えぐびっくりする言葉の単語全部言ったかもってぐらい言っちゃったけど、こんばんは、すごいね、びっくりなんだけど、今はこの前映画で見たやつを見てます。あの丘が、違う、また言っちゃう、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらっていう、そう、この前映画見に行ったんですけど、それの本を読んでます。びっくりー、やばー、自分で書いた文字はなかなか、あーなるほどね、ちょっと今度やってみよう、自分が書いた文字も読み取ってくれたりする、すごっ、知らなかった、すごいね、なんか時代が進みすぎててびっくりするパパさん、しんじいちゃんさん、ありがとうございます。1415日、ありがとうございます。1415、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。メイビーさん、ありがとうございます。びっくりなんだけど、本当にモモの木、クスの木、キャさんありがとうございます。写真なんかあと他にある、なんかできること、45分、あと何ができる、土踏みさん、梅スイッチ4さん、ありがとうございます。何ができるかな、でも最近なんかね、犬とか調べたらニコさんの写真がいっぱい出てくるからそれはすごい使わせていただいてます。あの花何ページぐらい、私が買ったのは、後書きも入れるね後書きも入れるね、後書きも入れて275。はるみさん、ありがとうございます。改めて何ができる、でもなんか新しい絵文字増えるよね、もうすぐ次わかんないけど、なんかこの前見つけた、ニコシャン、かわちいかわちい、ニコマルさんのお写真ですね。写真を、写真をコピーしてる、あーなんとなくわかるかも、
あたたたたたたた、あんまり多くない、あんまり多くないと思う。275、うん、結構スラスラ読めるタイプ。ナックスさんありがとうございます。こんばんは。ちょっと足が疲れちまったからちょっと待ってね。よいしょ。おっこらせ、あいてててて、あたたたたた。いつもと違う座り方したらさ、すっごい足が疲れてるからちょっと待ってね、ちょっとストレッチさせて。あー足痛い。座り方を変えるじゃなくて一回ストレッチする。ウッキウッキ、よいしょ、ウッキ、帰宅帰宅。あいてててて、オッケーオッケー、あ、オッケーオッケー、多分オッケー。私にも分からないけどすごく裏になんか足がしびれる。ミスターホワイトさん、銀ちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは。40秒、みんなできんの、なんという座り方なのか私にもよく分からない。ヒロさんありがとうございます。かわいいニコさんの写真を見ています。可愛いです、とっても。写真長押し、キラキラキラ。あ、でもなんかわかるよ、切り抜きでしょ。ニコさんは切り抜けるんですから。ステッカーに追加、何これ、ステッカーとかあるの。元ちゃんさんありがとうございます。あーねーさ、あのさ、さ、私さ、ずっとさ、ずっとずっと、なんでこんな、なんだろう、既視感じゃないけど、聞いたことある感じがするんだろうっていうのがあったの、ずっと。あの、ラビリンスでさ、イエローリーパーっているじゃん。あの、鎌持ったさ、カッって感じの、イエローリーパーっているじゃん。なんか聞いたことあるなと思って。なんでこんな私、聞いたことある感じがするんだろうと思ったらさ、キャロナイラリーパーだよ、絶対。絶対それだよねと思って、言いたかったのこれをみんなに、じゃない？イエローリーパーって。何、ステッカーができたんだけど。え、何これ、かわいい。ステッカーって何に使うの。それで言うと、ベンちゃんさんありがとうございます。イエローリーパーってラビリンスにさいるじゃないですか、敵が。あれがずっとなんか、なんでこんな聞いたことある名前なんだろうと思って、なんでどこで聞いたんだろう、イエローリーパーと思ったら、キャロライナリーパーでした。吉和さんありがとうございます。みんなに共有したかった。似てるよねっていう。私はいつもイエローリーパーが出てくるたびに、あ、キャロライナリーパーあっで、そう思ってるの。彼が出てくるたびに、そうそう、鎌持ってる敵。ステッカーってどうやって使うの？なんかショートメッセージとかの時にしか使えないのかな。ね。シャラララララン。歌おう歌おう、みんなでさ手をつないで、ね、そんな感じがするよね。あ、そうじゃん、ほんとだ、メッセージだね、ステッカー使うの。
LINE とかではステッカーは使えなさそう。インスタのストーリーとかでステッカー使えるの？え、本当に使いたいんだけど。よいしょ。ステッカーに追加。かわいい太郎さん。で、こういくじゃん。こんばんは。ステッカー？ステッカーどこだ？ステッカーね。ちょろ。ね、そうストーリーにあげたいなと思ったんだけど、ステッカーをどっから持ってきたらいいか。自動入力。テキストパスワード。ちょろ。どっから来るんだ。どっからステッカーが来るんだろう。難しい。違うな。絵文字の横？絵文字が一周しちゃう。絵文字が一周しちゃう。絵文字の横？わかんない。わあ、わかんない。悔しい。いた！かわいい。マジでさ、ショールーム見てない人からしたら 何のことか分からんけどストーリー載せるね。ちょっとあのね、いな何もさ見てない人はもう何これってなるかもしんないけど。かわいいから載せちゃう。え、かわいい。待って、ちょっとでも、ちょっとなんか絵文字追加しちゃおう。え、かわいい。かわいい。これは、太郎さんが優勝しているね。そういうところで太郎は誰だ？おもんない人さん、ありがとうございますね。ちょっとね、何もね、そう、何もショールーム見てない人は、なんで急にってなるかもしれないけど、そんなのはいいのです。よくないけどいいのです。かわいい。どうしよう。ちょっと待ってね、絵文字を追加したい。これにしとこう。違うな、これじゃない、さっきのだ。よいしょ。ですね。あ、かわいい。ストーリーにえい、私が作った太郎さんのステッカーが来ます。あげた今。めっちゃ可愛いよ。トシさん、ありがとうございます。超可愛いよ。めっちゃ可愛い顔してんだから。可愛いでしょ彼。とっても可愛い顔してるんだから。ね、
今さ、私スマホの検索、写真のフォルダの検索のとこでさ、犬って調べたので、犬って調べたら大体ニコさんの顔、ニコさんの写真がいっぱい出てくるんだけど、あのえとの時にかぶった馬のかぶり物してる私の自撮りが出てきたんだけど、うん、馬なんだけどいいさん、ありがとうございます。うん、なんか紛れてんだけどあれ犬かわいいでしょ、ニコさん、上目遣いのかわいいニコさんでした。ニコさんの可愛いシーンはいっぱいあるのです。あれは馬だよね可愛いです、おニコさん。そう、ニコさんはね、キッチンとかでこうやってコン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 さ作ってたりすると、そういう、そ、下に足元にいるんですよ。だからああいうね目線になりがちなの。可愛い、そう、ご飯をね作ってる時とかずっと足元にいらっしゃるんですよ。多分あわよくば僕にも何かないかなっていう気持ちでいるんですけど、多分ねにゃんこ先生さん、ありがとうございます。うん、多分そっちの気持ちなんだろうけど、でもそれでも可愛いよね。背景はね床じゃないよ、背景はこれはステッカーだから、なんかよくわかんない背景なんかよくわかんない、特に何も考えてない背景です。ミスターホワイトさん、ありがとうございます。わっ、もうすぐってカメレアタイムだ。ニコさんがかわいい、そう、あわよくばっていう気持ちで多分いらっしゃるんですけど、まあそんな姿もかわいいよねーっていう、そんな君も可愛くて好きだよーっていうねあ、元の写真、元の写真の背景は床だけど切り抜いた、そう、ニコさんだけ切り抜いた、切り抜き切り抜きです。え、なんかみんなにはなんか床が見えてたりするもしかして背景青いよね、インスタのストーリーね、みんな背景青だよね私はみんなには床が見えてたら、え、床だけど、怖い話が始まらなくてよかったです。ちょっとカメレアに行こう、ちょっと探索しよう。すごい、一発目からアッポーちゃんが出てきてる。アッポーちゃん、ね、通り抜けて見てたら怖ーって、めっちゃ怖ーってなるとこだった。アッポーちゃんが出てきてくれました。でも今日ね、私ね、どこのカメレアタイムだったかな、どっかのカメレアタイムでね、カメレアタイムでね、めっちゃ仮面さんが出てきてくれたラッキータイムがあったの。ラッキーキメカメレアタイムがあったの。 BB さん、ありがとうございます。また来てくれないだろうか。にじるかみ2連、わいいね、素敵ね。でもアッポーさんが本当に強くなりすぎててね、びっくりしてるのですね。アッポーさんの強さすごいよね、最近、ここ最近のアッポーさんの強さがえぐいです。とっても私はびっくりしてますね。え、そう、仮面さんにね、この時間も会えないかなと思いながらうろうろします探索します、倒しながら。あ、そう、ハンマー使ってるよ、うん、いいよ。キャメ、
がなくなってる。こんばんは。で最近はおじさまばっかりだ。プリンスばっかりだと思っていたのに最近はおじさまばっかりだ。なんかすごい目ががんぎまってるおじさまばっかりです。北さんありがとうございます。ね、決まってるよね、顔が。顔目顔目そう、このシュガーソングとビターステップっていう曲は今なんか変に私が歌ってたんだけど、部活でね一回吹いたことがあるの。部活の定期演奏会で演奏したの。でもなんかこういう系の曲ってあのね、フルートパートって私そう吹奏楽でフルートってあの銀色の横の笛を吹いてたんだけど、フルートパートって極端なんですよ。めっちゃメロディーライン弾ける時となんかどこここみたいなタタッタッと なんか裏拍しか取れない時があるのうったうったとかやってる時とか、なんか後ろでずっとなんか ね刻んでる時とかあるんですけど、そう今歌ってた曲はそれでした。メロディーラインじゃなかった。なんかこれどここの曲のどこみたいな。なんかさ、そう定期演奏会とかよくなんか J-POP とかみんなの流行りの曲とかを演奏することが結構多かったんですよ。そう結構多くて、でなんかそういう流行りの曲ってやっぱ知ってるじゃん。だから楽譜みたいにするとあここがあのここら辺ねとか分かったりするんだけど、本当にメロディーライン一個もないときは今これ何みたいなサビどこみたいななりがちなの。はあ、すっごいメロディーラインを弾けるとき吹けるときは超吹けるからすごいね。そうもう分かりやすいんだけど、もうビート刻んでるときとかあるの後ろでなんかピピみたいな、途中でそう高い音出してみたりとかそういうことをねする時も多かったりするんだけど、そうフルートはねメロディー以外もねすること多いです。極端、めっちゃメロディー以外する時は本当に何の曲だろうってなるぐらい本当になんか連符刻んだりとか本当にそんな感じです。でも大体なんかトランペットとか大変だよねずっとトランペットとかアルトサックスとかはずっとメロディーラインやってる感じがする。だから大変そう、疲れそう、とってもフルートちょうどよくない？一人でね自主練はできるんだけど、できるっちゃできるけど、まあまあ確かにやってみなきゃわかんない。そうなんかそういう裏の音とか、そうもうほんとビート刻んでるって感じの時はあの楽譜から目離したらどこやってるかわかんなくなるのそうどこここみたいなそうね。マイピさん、ありがくまさんです。ありがとうございます。もう、ずっと楽譜見てちゃんと、今ここだとか思ってないと、その迷子になるの、すぐ。すぐ迷子。うん。なんか演奏してたらいいんだけど、なんか休み、ちょっと休みがあって、はい、吹いてくださいとかなると、どこどこどこってなるの。な
かたまにノリでなんかそのなんか楽譜をね配ってもらうんですけど、楽譜を配ってもらった直後に合奏することがあるんですよ。すごいノリなんだけど、えとりあえずやってみようよみたいなノリになって、そう合奏してみるときとか、そういうときだともう本当にマジでどこやってるか分かんないの、ここかなとか思いながら、まあ、初めてのね、初めてついさっきもらった楽譜だから、その別に間違えても怒られたりとかはしないんだけど、みんなで今どこって今どこやってるんだろうとか言いながら、そうとりあえず吹いてみる初めてやる合奏だから別になんか間違えても怒られたりとかしないから、わかんないなと思ったらなんとなくここじゃないみたいなとこでやる。そうプロの人とかはねもらってすぐ吹けるみたいですけど、まあまあまあ私たち学生でしたので楽しくやらせていただいておりました。こんばんは。そうとりあえずやってみて、あなんか違ったねってなんかここじゃなかったねって言って、おいおいね掴んでいきます。なんかね、なんかの曲があるんだけど、好きだった曲なんだけど忘れちゃった、なんちゃらカントリーみたいな、なんだっけ、カントリーカントリーなんちゃらカントリーみたいな曲があるんですよ。カントリー、カントリーロード、それはちょっと違うんじゃない、カントリーロード、違う、カンタベリーコラールだ、カンタブラーカール、カンタベリーコラールっていう曲があるんだけど、その曲はなんかフルートの中でもなんかソプラノアルトみたいな感じであるんだけど、アルトの人は本当にマジで13小節ぐらいしか吹かないの21とかだったかな、そうなんか 全部で調べ全部で、そう全部の曲で言うとめっちゃあるんだけど、本当にそう吹くとこそうなんかお休みいっぱいなんだけど、そういや曲自体が好きな、曲自体がいい曲で好きなんだけど、本当にお休みが多くてもう数えるのを見失ったらなるけど、すごいいい曲なの、すごいいい曲で大好きなんだけど、あの吹くとこが少ないっていうそうびっくりするぐらい演奏する部分少ないの。一曲で言うとね結構いっぱいある、7分あるのこれ、7分もあったのこの曲って感じなんだけど、すっごい少ないのでもすごいいい曲なんです。なんか小学校じゃない、入学式とか卒業式の入場で演奏してたかな、よく。すごいいい曲なの、すごいいい曲で好きなんだけど、すごい吹くとこ少ないのフルートになんかソプラノアルトっていうか、なんていうの、そのファーストセカンドっていうんだけど、まあ、まあ今はすごい分かりやすくソプラノアルトって言ったんだけど、でもアルトフルートっていうのもあるんですけどね、そうフルートの中でもアルトフルートとかどん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 出せる音が低くなっていくフルート、そういろんなフルートの種類もあるんだけど、まあ一つのフルートって言ってもファーストセカンドって言って、メロディーラインと同じリズムを吹くんだけど音がハモリとかがセカンド、そうファーストはもう本当のもろもろの何、だから本当にそのソプラノとアルトみたいな感じなんだけど、リズムはだいたい一緒だけどセカンドはファーストにハモるよみたいな。それさっき言ったアルトフルートとかは本当にそう出る音が違うの、出る音が普通のフルートより低い音が出たりっていう、なんかね形も変わってくるんですよ。
そういろんなフルートの種類がありますよ。でどん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 低い音が出せるようになってて、なんか形もこんな形もフルートって言うんですねみたいな。フルートとかいろいろある。そう、ええよ。私は学生時代にそうセカンドすることが多かったんだけど、割とセカンドするの好きだった。なんかまあメロディーラインもすごくね、すごく綺麗で好きなんだけど、なんかハモるのって結構楽しいんですよ。ハモったり、まあたまになんかリズムもちょっと違ったりするんだけど、すごいね楽しかったです。すごい楽しかった。うん、だから私は結構ハモるのが好きだったから、セカンドはねずっと好きでした。ずっとセカンドやってた。大体小中ずっとセカンドやってました。選ばれるなんか、選ばれるのかな、なんかメンバーのバランスとか見て決めるかな。選べるかわかんないけど、でもまあたまにあるの、そういう定期演奏会の時とかはどっちやりたいみたいな。そう、まあでも大体ねファーストもセカンドもね同じぐらいの割合にされるんだけど、どっちやりたいって聞かれた時はこっちやりたいって言ってた。コウジさんありがとうございます。習ってたね。そう、私も部活でねやってたからね、 あんなに6年間も長くやってたけどね、習うのは難しそう。人気ある方とか、まあ好みだよね。私みたいにそういう、そういうあのね、そうハモリをやりたい人もいれば主旋律やりたい人もいるじゃんね。だから本当に好みって感じ。まあハモリだからあれ、そうハモる方の方がさ音量が大きくないと、なんかやっぱハモリの方が音が低いから、低い音って目立ちにくいから、そう高い音は目立つんだけど低い音って目立ちにくいから、まあ必然的にハモリの方が人数を多めに設定しないといけないんだけど、そう、まあどっちが好きかとかどっちが人気かっていうのは本当に好みだね。こんばんは。アラザティさんありがとうございます。北さんありがとうございます。チャラララララ、あ間違えた、ここじゃない。フルートはあるけど最近は吹いてません。最近は吹いてないですね。こうちゃんありがとうございます。リンゴさんが結構出てきてくれる、嬉しい。リンゴさん、ピアノ弾けるのでもすごいよ。私はもうピアノ、逆にピアノもう弾けないかも。習ってたけど左手の方のね楽譜見るのがしんどいかも。平音記号のね楽譜見るの、楽譜の音見るのしんどいかも。トーン記号だったら分かるんだけど、平音記号がもう分かんなくなっちゃうかも。
様がいっぱい出てくる。なんかそう、等音記号変音記号って、なんかピアノってさ、右手と左手があるじゃないですか。右手が等音記号っていう、まあなんか多分みんながよく見るドレミファソラシドなんだけど、変音記号って言って、そう、左手、ピアノでいう左手はあのドレミファソラシドが逆っていうか、まあ変わるんです。そうそうそう、私ね、変音記号がね苦手なの、わかんないの。フルートは等音記号なんですよ。だからみんながよく見るリコーダーとか、リコーダーとかの楽譜は等音記号なんだけど、キャー、ピアノの左手とか、まあ吹奏楽で言うと何だったかな、まあいろいろあるんですけど、こんばんは。打楽器だったから5000、確かにそうね。逆に私あの打楽器の楽譜見ると頭が混乱します目がパチパチになります。わからなくてさっぱり。くるんってしてるのが、そうそうそう、こういうこんな形にちょんちょんってあるのが平音記号でなんかよく見るこういう音符、音符じゃないけどこういうのが等音記号、くるくるってなんか縦長いやつですねこういうの、これが変、ハートの半分みたいなやつ。安倍川持さん、ありがとうございます。そう、なんか五線、音のね位置変わるよね。あ、私もわかんないの、変音記号が。もうくるくるどうだった気がするけどなんか点々が2つあるんですよ、変音記号で。くるで五線譜の一番上の階と2番目の階にいるんだけど、そのくるくるどうみたいな、そうで、そう覚えてたんだけど、もう瞬時には分かんなくなっちゃった。等音記号、等音記号かっこいいけど書くの苦手、私。はあ、やったー、ダイヤモンド仮面が出てきた、嬉しい。足がしびれた足がしびれた、足がしびれすぎて画面からフェードアウトしちゃう嬉しい、やったー、ハッピーハッピージャムジャム最高、踊ろうよいつもの笑顔で、ハッピージャムジャム最高。あ、やばい、本当にしびれてる、助けてトラーモン、よいしょ、帰ってこれたけど。もう正座とかすることなくなったからさ、足しびれちゃうんだよね。座り方してる、なんつったらいいか本当にわかんないんだけど、でもちょっと足のしびれが治るまでちょっとこの体勢かも
くあ、え、虹色仮面が出てきた、嬉しい、すごい仮面フィーバーじゃん。こんな感じだよね、仮面って。こんな感じで私たちのこと見てるよね、仮面って。間違いではないよね。いくらぐらい貯まりそうですか、いくらぐらい貯まりそうなのでしょうか。ラブ北海道さん、ありがとうございます。でもなんか自分がこのぐらい貯めたいなと思ったのは、このぐらい食べたいなというか、このぐらい投票したいなって思ってた分はたまりそうな気がしてます。という言い方はまだたまってないってことですが、たまりそうな気がしています。今からが、気をつけてお帰りくださいませ。 RKP さん、ありがとうございます。そう、自分が第一ラウンドまでに投票したいなと思ってた枚数はたまりそうな気がしてますので、それを貯めて一気に投票したいと思います。ね、目標はね達成できそうです。でもりょったさん、ありがとうございます。リンゴ2連なんだけど、嬉しい。アポーちゃーん、アポーちゃーん。アポアポアポーちゃーん。ね、まあそう、できればね1枚でも多くはね、とてもいいことなんですけど、とりあえずそう自分のね目標を達成できるようにという感じではございまして、今も目標に向かってボタンをタップしているところでございます。大体何枚か分かる。やめて。やめて。何枚か分かるよねって、やめて。恥ずかしい。よいしょ。ね、まあまあまだね先は長いんですけど、とりあえずね第1ラウンドまでにもうちょっと頑張ろうというところでございます。あと、まあ明日なんですけど。まあ明日なんですけどね、頑張りたいと思います。足が地味にまだしびれています。ランダムは、まあ、そうね、個人差はね、米印個人差はございますっていう感じかもしれない。うん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 、いた。けっ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 け。うわあ、
よし、順位かなむけすくすすすごすごすぎょぎょ、こんばんは。皆さんもね、ありがとうございます。よいしょ、少々治ったので復活です。ね、まだまだ先は長いですけど、とりあえず明日は第一ラウンドが終わるので、どうかどうかよろしくお願いいたします。私ももう少し頑張ります。あともうちょっとで目標達成。まだまだ、まあね、第一ラウンドのなんだけど、頑張りましょう。皆さんよろしくお願いいたします。この SSR の田中由里さんって人が15%後8回。私もあのゆいなちゃんにすごい外されたんだけど、 15% の P ボム。私も必死にゆいなちゃんを強くさせるぞと思って頑張ったら誰だった。悔しいと思って、そうかと思って。こんばんは。そう、 15% の差いっぱい持ってたから、使うぞーと思って頑張ったら、そう、うまくいかなかった。悔しいでしたね。 15% ってむずいよね。こうそうさ、そう、50はうまくいったんだけどね。15って本当にね、15って100中の15ってね、本当に難しいですからね。悔しいです。はい、かわいそう。ねえ、そう、50でね、私そう50でも当たらないと思ったら、そうたまたまね、たまたまのたまたまさんだったんですけど、多分きっとねえ、1/2ねえ、1/2とはいえどって感じですよね。本当に難しい。なんか9時とかもあるじゃん。そう、最近さ、9時も運じゃん。それでさ、インスタ見てたらさ、めっちゃ可愛い9時見つけたの。なんかカービィのラーメン、なんか一番9時なんだけど、めっちゃ可愛かったの。カービィラーメン一番くじ。プププ星ラーメンっていう、なんかカービィの一番くじがあるらしいんだけど、めっちゃ可愛いの。超可愛いんです。でも私はこういうくじの運がないから、うん、あんまり貢がないでおこうと思った。あ、本当にね、運がないのよ、不思議なほどにね。ラーメンが当たるわけなく、グッズが当たる。じゃあ今32分なので、35分になったらランキングを見ます。よく見るそれ。
SA50 を3回外した時は難しいね、難しいお話だ。カービィ好き私もあんな風に吸い込みたい私もあんな風にいろんなものを吸い込みたいラブ北海道さんありがとうございますね。あんな吸引力でもうこの世のものすべてちょっと困ったなと思った時ちょっとなんかあった時とかにね、全部吸い込んでごっくんってしてしまいたいですカービィ何でも吸い込めるじゃん、ね、何でも吸い込んでるでしょ、うん、ちょっと困ったって時に何でも吸い込んでなことは全部吸い込んでしまえよそんな戦法でいきたい嫌なことは全て吸い込もうって、そう全てなかったことにしてしまいたいですダメな生き方ダメな生き方だろうけど、その嫌なことは全て吸い込んでしまってなかったことにするごくん。でもカービィはなんか可愛いよね、見た目が見た目が可愛くて大好きだよフ嫌なもの体に取り込むのは嫌じゃない。でもさ、ずっと中にいるわけじゃないじゃん、いつか出てってるからさ明日の配信はまた夜にするので時間が決まったらお知らせします。では15、35分になったのでランキングを見ます。13位ミスターホワイトさんありがとうございます。12位はるみさんありがとうございます。11位たっちゃんさんありがとうございます。10位ただたんたんさんありがとうございます。9位しんじいちゃんさんありがとうございます。8位パパさんありがとうございます。7位たっちゃんありがとうございます。6位きたさんありがとうございます。5位ただの魚さんありがとうございます。4位イーイーさんありがとうございます。3位モエピさんありがとうございます。2位バウッチさんありがとうございます。1位もぎたてりんごさんありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。あじしのくさんありがとうございます。それでは皆様今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。